世界の怪物たちの手綱をな。俺を潰すべきじゃなかった。あんたら必ず後悔するぞ。情けない話をするんじゃないよ。もしもあの時なんて水凶な世界は存在しない。この結果だけが現実さ。お前は負けたんだ。まったくあんたにはかなわねえ。蛇の道は蛇だ。海賊の世界はこれからどうなる。質問を返すようだが、餌を失い鎖の切れた怪物たちは何をすると思う？今の海に頂点と呼べる奴はいるか？この海の王者は誰だ？海の皇帝たち四皇のうちの一人か？巧妙に海を生きる七部海か？最悪の世代のガキどもか？いや、正義の軍隊海軍こそ海の覇者。民衆の意志革命軍にも油断ならねえ猛者どもがいる。歴史の底でくすぶり続ける D の一族はいつどこに姿を現す。誰が誰に加担する。誰が誰を裏切る。マリージュアの天竜人どもに伝えてやれよ。お前たちは引きずり下ろされる。ゴールドロジャーが世界で初めてグランドラインを制して25年。宿敵白ひげは王座につかず、その椅子の前に君臨した。今はどうだ。膨れ上がった海賊たちの数に対してガラ空きの椅子が一つ。わかるよな。始まるんだよ、海賊の歴史上最大の覇権争いが。